こんばんは。山本五十六です。今日は防災と最強のメンヘラ男、M ちゃんを紹介するよ。本当はメンヘラ男か粘着男どちらにしようか悩んだよ。この M ちゃんと長年付き合いのあるハギンちゃんという方にアドバイスを受け、メンヘラ男にしたよ。彼は血液型占いの信者であり、ことあるごとに血液型のことを持ち出すよ。また、他人には過剰に配慮を求め、相手側には全く配慮しないという自己中心的な性格の持ち主だよ。さて、彼の出身はヤフーチャット恋愛カテゴリーだよ。初めから恋愛を求めているメンヘラだったんだ。ヤフーチャットが終了を迎え、彼はニコ生で配信者デビューをしたよ。大手配信者にリア突したり、彼にとっては一番輝いていた時期だと思うよ。さて、そこからツイキャスに移動し、古参で大手という過去の栄光を引きずりどんどん落ちぶれていくよ。ここで彼は一つ問題を起こす。この頃ハギンちゃんとクレアさんという女性が付き合っていたのだが、彼はクレアさんに恋をしていたんだ。この時、ハギンちゃんとクレアさんが付き合っていることは公にしていなかったようで、一方的に恋心を抱いていた彼は、知らないこととはいえ、自分のことでは銀ちゃんとエビスが争っている状況で一人クレアさんを裏で口説いていたよ。このことは当然ハギンちゃんに伝わり、彼は問い詰められることとなる。だが、彼は自身の配信で、ラブライクやねん、とわけのわからないことを言い、うやむやにしようとしたよ。実際に、周りが遠慮したこともあり、ハギンちゃんとクレアさんが付き合っていることを公開してなかったこともあり、事態はうやむやになったよ。さて、ツイキャスでの配信も下火になってきた頃彼は某配信サイトに目をつけるよ。ふわっちを始めた当初、彼は玉ねぎちゃんという女性に恋をするよ。当時トンペイという配信者の企画で討論企画というものがあり、そこで知り合った女性だよ。そして、何日か彼女と通話をつなげなぜか彼は付き合ったと勘違いしてしまうよ。その後配信上でトラブルになり、彼は自信満々に彼女にリアルタイムで電話をし、付き合っていたかどうかを尋ねたところ、付き合っていない、と答えられ、それを五十六という男に詰められ、勘違いストーカー野郎、という異名を欲しいままにするよ。次にそれから一週間も経っていない頃だと思う、おかゆという女性とリア突をし、寝カフェで睡眠薬で意識が朦朧としているおかゆを付き合うという前提で合意し、性行為を行うよ。この時に財布の中に常にゴムを常備していることから、ゴム様、の異名を得たよ。その後ホテルに行き性行為を行い、自宅に連れ帰り、性行為を行うよ。ちなみにほぼ全てのデート代金はおかゆ持ちだったそうだよ。彼が出したのはマックのナゲットのみだったという。彼はこのことを自信満々に、マックおごったったわい。とドヤ顔で語っていたよ。ちなみにおかゆという女性は当時 M ちゃんの友人であったしヒロンパと。M ちゃんと付き合う前日まで付き合っていたよ。いつ、彼はおかゆと付き合わないと言い出し、そのことに激高したおかゆが彼の情報や録音を公開し揉め事に発展し、発覚したよ。この後、彼は当分の間、配信を休止するよ。次に彼が戻ってくるのは小林という男性のコラボ配信で復帰するよ。小林のリスナーにナチという女性がおり、ナチをめぐり小林と対立し、ナチは小林を選ぶよ。それから小林とは仲が悪くなり、その後は自枠にこもり、ソロキャンプ配信をするよ。その後のとある配信で、バス停でソロキャンプを行っており、その時にリスナーの女性が肉を持参するが、彼は大量のピーマンを焼き始め女性に食べさせたよ。このことから彼は、無限ピーマン、の異名を得ることとなったよ。リスナーの女性が持ってきた肉はその場では食べず家に持ち帰ったようだよ。これも食費が足りない、お金がないためだと言われているよ。また、お金がないエピソードとして梅田という配信者にリア突した時、居酒屋に行き M 一人だけ水を頼み、水で乾杯したというものがあるよ。マックをおごっただけでドヤ顔していることもあるし、一日中配信をしていることもあり、仕事をしていなく生活保護を受給しているという噂もあるよ。次に彼が問題を起こすのは骨抜きという女性に関してだよ。これは前回紹介したシャチがレイプした女性であり、シャチと問題になった後、骨抜きに取り入り付き合うことになるよ。その後 M と梅田とは険悪な関係になり、梅田側に相川、黒ピ、ハギン、エビスといった面々が集まり、
M 側には花屋が入り、梅田と M の戦争が始まったよ。この一件で磯六が M を模した、カバ様、というラインスタンプを作り、それに激高し揉め事に発展しているよ。このカバ様ラインスタンプを肖像権の侵害としてラインに苦情を送り、販売の停止に成功しているよ。よっぽどこのカバ様ラインスタンプと顔がそっくりだったのだと思うよ。このカバ様ラインスタンプは数日だけ販売されており、その期間に購入した人だけが使える幻のスタンプとなっているよ。話を戻すが、この後から梅田 M 構想は社地を中心にお互いの枠で数人が集まり相手の悪口を言うだけという井戸端戦争に発展していくよ。この梅田 M 構想に一石を投じたのは海という女性だよ。社地編で紹介したが、ストーカー行為を受けそれを M に相談したよ。彼女の登場で梅田陣営が社地をかばえなくなり、M はさらに調子に乗るよ。そして現在、配信業を本業にすると豪語し、沖縄までのチャリ旅を行うことを約束したが、なぜか大阪に変更したよ。またシリアルナンバー付きのステッカーを配布するということで手書きのシリアルナンバーを書いたステッカーを用意しているよ。ステッカーになぜシリアルナンバーが必要なのかは疑問だが、本人曰く、何個配ったかわかるように、だそうだ。最終的な残数を確認すれば何枚配ったかわかると思うのだが、さて、彼のある程度の人間性は分かっていただけたと思うが、彼の周りにいる女性、彼の付き合っていた女性、彼が好きになって言い寄った女性は口を揃えて、M に脅迫された、と言っているよ。内容としては、付き合ってた内容を表で話したら潰す、というものがほとんどだよ。また、M と仲が良かった、ハニちゃんという女性は M に10万円を支払わされたと供述しているよ。M に呼び出され性行為を行ったミシャンという女性も手満で塩ではなくが自慢すぎて気性を吹いたと配信で話したところ、表で話すなって言っただろ、と発狂し、ほぼ一日中叩き配信を行ったりもしているよ。今後ムチアンという男性に絡むことがある女性は注意していただきたい。